皆さんこんにちは、インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、3月31日ということで、いよいよ年度末ですね。早いですね。新潟の方はですね、すごく天気もいいんですけど、明日からちょっと雨になってですね、桜の開花、ちょっと心配なんですけど、まあ3月31日ということはですね、ちょうど今年もですね、もう4分の1が終わったということになるわけですが、4月から新年度になりますね。で、まあもう何回も言ってますけど、4月やっぱり大ニュースは4月21日ですね、モバイル対策しましょうということですね。これは教材も出てますので、ぜひ教材も出て、勉強していただきたいなと思いますし、あともう一個ですね、出ます。スマホ対策事例、100事例セミナーっていうですね、教材も販売しますが、そちらもですね、明日、明後日ぐらいにはですね、発表できると思いますので、ぜひね、そちらも見て勉強していただければなと思うんですけど、で今日はですね、月末ということで恒例のですね、Facebook のいいねによるですね、今月投稿したブログのいいね数ランキングというのを発表するんですけど、昨日もブログで書きましたように、このいいね数っていうのはちょっと怪しいと。で、これで評価っていうのはどうなんだっていうことでですね、ちょっと見直そうかなと思ってるんですけど、今回はちょっと間に合わなかったのでやりませんけど、ちょっと次回からね、ちょっとやろうかなと思ってるんですね。で、何をもとにその評価するかってすごい難しくて、ないんですよ。評価基準ってないんですよね。で、まあ、例えば、ハテブとかですね、ツイッターとかでもね、あまりにも数が少なくて、その評価できないんで、で、一方で、その評価ではないんですが、結局ですね、アクセス数を稼いでるっていうのは、例えば検索で引っかかることによってアクセス数を稼いでるっていう方が、アクセスランキングの方がむしろいいのかなと思ったり、結局当日は、全然ね、いいねが集まらなくても、その後検索で引っかかったことによって、集客してアクセス稼いでるっていうのもあったりするので、まあ、何をもってね、いいっていうか分かんないんですけど、まあそう考えるとですね、まあ、いいね数ランキングとアクセスランキングみたいなのを、まあ、2つ発表していくみたいなのもいいのかなっていうふうに今ふと思いましたが、はい、ではですね、一応今回は、Facebook のいいね数ランキングということで、Facebook のいいねですね、ランキングつけていましたので、ご覧いただきたいと思います。まずはこちらから。はい、第1位ですね。第1位はダントツなんですけど、424いいねということで、楽天市場の出店店舗数は4万店切り目前、5ヶ月連続減少で推移というですね、ものはあります。おそらく明日1月1日になって、まあ、1日か2日ぐらいにですね、また発表あると思うので、また書きますけど、どのぐらいまたね、動きがあるかね、楽しみですが、これ今回ですね、ゴンさんというですね、ウェブコンサルの方がシェアしたことに始まって、結構ですね、それがバズりましてですね、こんな感じになりました。これまあ、1年ぐらい前からずっとこれやってたんですけど、初めてバズった感じですね。あ、そうでもないか。まあ、Yahoo ファイナンスとかで バズったこともありますけど、今回はすごかったですね。ありがとうございました。第2位は39いいねってことで、東日本大震災3ヶ月後に誕生の LINE による4年間の功績は絶大ということで、まあ、LINE さんはですね、本当にすごいなと思うのは、ね、ちょうど4年になるんですけど、震災後に生まれた会社で、ここまでインフラとして作って、で皆さんのいろんなサービスにですね、入っていったっていうのはすごいなと思うんで、それについてね、ちょっと書いたものです。はい、3番目にありますのは、スマホでも YouTube 動画へ外部リンクが貼れるカード実装っていうことで、これスクープだったんですね。世の中の IT ニュースとか、Yahoo ニュースなんかよりも早くですね、もちろん Google の発表よりも早く、カードが実装されたっていうのをですね、深夜の3時ぐらいかな、に見つけて、朝方にですね、これを更新して、書いたので、その後ね、8時、9時ぐらいからですね、ニュース流れ始めたので、かなりスクープだったっていうのもあって、いいねも集まりました。ありがとうございます。はい、続きましてこちら35いいね、
優先順位別 EC サイトで YouTube 動画を活用する10パターンということで、まあこれは10以上もあるんですが、一応10パターン作ってみました。これによってですね、動画の活用をね、動画ってやっぱりいいんですけど、すごくですね、皆さんね、大変なんで、なかなかね、実践できない方多いんですよね。で、その時の一つね、目安として優先順位をつけてするっていうのは大事なので、ぜひ見てください。はい、続きまして32いいね。ブログの Facebook いいね数は自ら密かに無制限で水増しかと。これ当然ですね、密かに、自らじゃなくても、いいね数っていうのはブログの、いいね押された数だけではないんだと。いうことをこれさっきね、お話したように昨日書いたブログなんですけど、シェアしたりとかいいねしたりコメントしたりするだけでも増えちゃうと。いうことで、単純にブログの評価ではないんだっていうことですね。について書きました。はい、続きまして、これも大事件ですよね。32いいね。4月から変わること、4月にうちスマホ SEO 激減。それ以外にも、4月から変わることってことで、たくさん挙げていますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。これは毎年ね、ちょうど1年になりますけど、毎月繰り返してきていて、好評の企画ですので、ぜひやってください。はい、続きまして、25いいね。2015年2月のハウツアーのレビュー無料 YouTube 動画34本ということで、2月頑張ったんですけど、それに怠けて3月サボってるとですね、今日、たくさん撮らなきゃいけない感じになってるんです。今日4本撮らなきゃいけないかなっていう感じになってますけど、一応ノルマつけるって大事ですね。このような形で動画を撮ってますので、よかったら見てください。はい、続きまして、LINE アット有料版はリッチメッセージ、無料版は正方形画像が20丸ということで、これね、皆さん使ってみましょうね。リッチメッセージすごいですよ。ドカーンってでっかいやつね、公式アカウントみたいなものが、LINE アットの有料版で出せるようになりましたので、これ使わない手はないです。しかも画像にね、EC サイトへとかね、ブログとかね、リンクを貼れますからね、結構面白いと思います。あと、無料版の方の場合は、横長の写真、縦長の写真、正方形ってありますが、正方形が一番大きく出ますので、ぜひ使ってみてください。はい、あとは、初心者向け IT 活用セミナーを行いました。これ北海道の名寄商工会所で行った内容なんですけど、ぜひご覧ください。これレジュメも公開してますので、よかったらご覧ください。はい、あとは、そうでしたね。3月から変わること。普通はですね、月始めに今月から変わることって発表したんですけど、3月に関しては、4月って新年度は結構多いんですよね。それで4月から変わることっていうキーワードの検索が増えたので、ちょっと早めにですね、記事を今回書きました。はい、あとは、〇〇〇リピート DVD 名詞、YouTube からアナログ動画へっていう、ね、これはかなり面白いので、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい。あとはですね、もう今、盛んにテレビコマーシャルも流れてますけど、マイナンバーの話ですね。で、マイナンバーと個人情報とビッグデータという、この3つがね、結構絡み合って、行われているので、これについてちょっとニュースをですね、まとめていきたいなと思ってますので、よかったらこの辺もご覧いただければなと思います。はい。あとは、こちら。LINE アットのメッセージ配信でブロック率が高い時に改善する方法。これですね、一番実は LINE アットで多い質問じゃないかなっていうことで、ちょっとね、10個パターンを書いてみたんですけど、言ってみれば、一言で言ってみればですね、コミュニケーション不足なんですね。友達にメッセージを出す時にブロックされるっていうことは、よっぽどのことがない限りないわけですよね。でなぜ友達には、要するに喧嘩したりとかね、ムカついたりしてブロックすることあっても、ほとんどないわけですよね。じゃあなぜ、お客様にメッセージ出したときにはブロックされるかっていうことを考えていくと、実はわかります。その答えをですね、書いてますので、ぜひブログ見てください。はい、あとはですね、16いいね。Apple と Google、スマホの次に狙う車ということで、Apple さんも Google さんも今、車を作ろうとしてますよね。で、それはなぜかっていうことに関して、書いてみました。これもなかなかね、面白いし、このニュースもね、随時追加していきたいなと思ってますので、ぜひね、ブックマークなどしておいていただければと思います。はい、あとは、2015年2月、Facebook 個人の投稿、いいね数ランキング。これは恒例のやつですね。続きまして、こちら。
リニューアルの LINE アットはメルマガや会員登録への誘導が OK にってことで、これかなり大きい事件なんです。あまりニュースでは出てないんですけど、LINE アットのその個人版が出たとかねっていうことよりも、このニュースの方が実はすごい大事なんですよね。で、このニュースが話題にならないっていうことは、逆に言えばメールマーケティングが、効果がなくなってきたっていうも言える、メールマーケティングするぐらいなら LINE アットの方っていうような世の流れになってるのかなっていう気がして、実はでもメールマーケティングってすごい大事で、LINE アットなんか今ずっと大事で効果があるんですけど、ここがねない、ニュースにならないっていうのはちょっと面白い現象かなって気がしています。はい、あとは、未だにパソコンの検索率が7割を超えるキーワードの特徴っていうことで、挙げてみましたけど、これも面白いですよね。逆にこういうキーワードであればまだね4月21日まで急がなくてもいいよっていうことでもあったりするので、まあちょっと面白いので見ておいてください。はい、あとは、これかなり面白いです、ていうかかなり難解ですけど、重量課金制にリニューアルした LINE アット友達数の限界を算出ということで、これかなり難しいんですが、LINE アットですね有料になっちゃったんですよね。有料版の場合は5万通を超えると、5通に対して1吹き出しに対して 1.08 円かかるというふうになっていますので、これに対してどういうふうにですね、対処するかって考えると、友達数がある程度増えちゃうとちょっと負荷がかかってきちゃうっていうことが分かったので、詳しくは動画見てください。はい、あとはですね、 LINE アット一般アカウントで顧客の LINE 個人といろいろな受付が可能。これ日本語変なんですけど、まあちょっとキーワード的なことを入れてるんで日本語変なんですが、LINE アットのですね、結構いろんな使い方があるんですよね。で、もう一個ちょっと面白い使い方は近日公開しますけど、これは面白いのでぜひ見てください。はい、スマホ対応が急務の EC サイトで定点観測すべき数字と根拠ということで、まあ、こういう切り口で話す人もなかなかいないんですけど、本当大事で、特にですね、最近制約率、コンバージョン率が落ちたっていうですね、業者の方多いんですけど、その原因はもしかしたらスマホにあるかもしれないということで、ぜひですね、これも読んでください。はい、あとはですね、8つの最新 IT ツールを活用した顧客セミナーということとか、いいねスランキングですね。はい、続きましてこちら。コミュニティが有効なビジネスで Facebook を活用する方法。これ、いわゆるですね、趣味のなんか集まりとかね、部活とか、サークルとかですね、こういうコミュニティビジネスってあるんですけど、そのコミュニティの際に Facebook を活用する方法ということで、Facebook のグループだったり、ページだったり、イベントだったり、リストだったり、こういったものをどのように活用するかっていうことについて説明しているので、ぜひ見てください。はい、あとは1対1向け、1回しか再生されない YouTube 使わない非公開動画って日本語変ですけど、これも面白いのね、見てください。はい、あと LINE アットで友達数が増えた際に費用対効果を上げる対処法ということで、これもね、こんな記事書く人なかなかいないんですが、これも面白いのでぜひ見てほしいと思いますね。だから友達数が増えたから LINE をやめる必要はなくて、まだまだ改善すべきポイントがあるんだよってことですね。あと3月大きかったのは、LINE の公式ブログにスペシャリストで登録、そして解説の手順ということで、このニュースね、ぜひ皆さんもね、スペシャリストに登録されるようにね、頑張ってくださいね。はい、あとは3月の講演予定とか、全国農業新聞、そういえば執筆してましたね、最終回インスタグラム編ですね、とかありましたね。あとは、2つセミナーですね。ソーシャルメディア動画活動売上グッド伸ばすセミナーと、顧客との営業活動に特化したソーシャルメディア活動セミナーということで、いろんなセミナーも今月もさせていただきました。はい。ということですね、3月が終わりまして4月に入りますが、4月はですね結構余裕があるんで、まあ、4、5っていうのは結構余裕があるんですね。ここのとこで、まあ、とりあえず4月21日の対応、公式サイトがしてないのでこれしなきゃいけないんで、20日まで一つやらなきゃいけないことと、あとはコンテンツを作っていきたいなと思っていて、一つは、インスタグラム
のセミナーをやりたいなと思っているのと、もう一個はスマートフォンのアプリの、いや、いわゆる EC 向けのスマートフォンのアプリのセミナーっていうのもちょっと企画したいなと思っているので、ぜひお楽しみ。はい、ということで、3月31日ですけど、今月に書いたブログのいいね数ランキング発表しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。